政府は新型コロナウイルスの感染拡大に備える特別措置法に基づく対策本部の初会合をこの後開催します。状況に応じて安倍総理大臣による緊急事態宣言が可能になります。いわゆる特措法14条に基づいて感染、蔓延の恐れが高い、こういったことをご報告をさせていただきました。安倍総理から私に対して、特措法15条に基づく政府対策本部の設置を速やかに進めるよう、指示がございました。安倍総理大臣は新型コロナウイルスに関する特別措置法に基づき政府対策本部を設置するよう指示しました。このあと第1回の対策本部が開催されます。これにより状況に応じて内閣総理大臣が緊急事態宣言を発令することが可能になりますが、政府高官は現状ではまだ緊急事態宣言の段階にはないとして、発令は引き続き慎重に判断するとしています。一方、神奈川県の黒岩知事は県民に今週末の外出自粛を要請しました。不要不急の外出を控え、仕事についてもできるだけ自宅でできるよう工夫をお願いします。特に今週末については外出の自粛をお願いいたします。また千葉県や山梨県も今週末の東京への不要不急の移動を自粛するよう県民に呼びかけました。東京都の小池知事は食料品などの買い占めが起きていることに触れ、冷静な対応を求めました。皆さんお買い物に、どっと行かれているようではございますけれども、それがまた別の意味の不安を呼んできますので、どうぞこの点もよろしくご協力のほどお願いを申し上げたいと思います。都内のスーパーでは小池知事が心配する事態が起きていました。レジには客の長い行列が。朝から多くの客が来店し、乾麺や冷凍食品などの保存が効く食品を購入。急遽レジを増設し対応しています。だって表出たらものすごい並んでたの。そうか、そうなんですか。買っといた方がいいのかなと思って。この店は週末もオープンする予定です。潤沢まではいかないけれど、最低限ある程度揃えますので、本当に必要以上に無理やり買われる必要はないと思ってます。こちらは東京品川区の商店街。スーパーの中を見ると米や野菜、肉などが品薄に。客が殺到し、午前中の2時間ほどで売り切れたということです。まとめ買いの方が多いです。昨日から結構格段に上がっております。近くの豆腐店でも販売数が急増。スーパーで購入できなかった客が訪れているといいます。開店したと同時にもバーッと入ってきたから、もう倍ぐらい来てるもん。一方、週末のイベントを中止する動きも。こちらの団体では29日に予定していたマラソン大会について今日取りやめることを決定。およそ500人の参加者やボランティアスタッフへの連絡に追われていました。ぜひやりたかったんですが、中止にさせていただきました。集めていた参加費は返金しないものの、参加賞のタオルやゼッケンなどは参加者に送るということです。スポーツする場がどんどんなくなっていっている中で、ぜひこの大会だけは開催してほしいという声も多数寄せられていたので、団長の思いでですね、今回中止という判断にいたしました。